やすか。いいね、こっちは平和やな。あっちはすげえ大変な思いしとんのに、こっちは平和やな。でクロスさんもええやろ、回復してもらおう。どうせならレオンと一緒に回復してほしいな。ラブ部屋、ラブ部屋狙うか。技出ろ技。誰にも邪魔はさせる。来た、アークアルバードの技や。魔法みたいな。もっとかっこいい技やったらよかったんやけどな。アークアルバードも別にハルバードじゃなくていいやみたいな感じやもんな。よいしょ。手術やったら攻撃せんっていいんじゃない。もうそう思うんやけど、レオンと一緒に回復してほしいんだよね。まあいいか。もしも最前線に合流する準備をしつつ、持ち物の装備、武器の装備で、スカイトマホークが弓属性やから、素晴らしいじゃないの。うわ、めっちゃ気合入れたけど両手投げ。だっさ。このターンでシーフ脱出したほんまシャレにならんの。うわ、なんとかなったわ。助かったわ。助かりましたわ。ちょっと残っててよかったよ、MG。ドッカーン。ブリジット連れてきててよかった。シオのリング、癒しの雫がいりません。スタンドオブカダス、癒しの雫がいりません。いや助かったな、ほんまに助かったわ。ほんまに助かったわ。ローリーとか、ローリーとかこれほんまに、まあ、何のために来たの。そこにスイッチあるやん。ここ調べようよ、せっかくやし。なんもない。なんでここにあった。せっかくやからアークハルバードぶちかましてく。亀裂入ってもええさ。一応稼ぐんだ。よくまあレベル3の方がやろ。強いわ。手出した。修理どんだけかかるんやろ。多分自分から行きとく。せっかくやし。次のターンにシーフたちが脱出して、ここは終わりかな。回収し忘れないよね。回収し忘れはないね。はい、よーし、行こう大丈夫かな。あいつ一体残してるけど、スピンケードがやってくれるか。おりゃー、うわ、やべ、クロスブレイク。よいしょよいしょ。クロスっていうから2撃なんかと思ったら3撃や。3発放り込んだ。出るか出るかな。さすがにちょっと今攻め込むの怖い。いやでもなんとかなったね。なんとかアイテムも全部回収できたし、かなり無理やりやったけどさ。もうブリジットがいればなんとかなるっちゅうのが分かったね。ほーい。彼らが脱出して、あいつらも宝全部取られたのに何も言わず出してくるんだな。少しは悔しくないんかな。まあいいけどさ、とりあえずヘリサックバスを倒したかんと。フリーズ飛んでくるから。お、その先に見えるのが街道の分かれ道だ。全軍、二股の道を左に進路を取れ。キメラの方へ行けと。あれは確か帝国のエグゼキュータ号かな、フラグシップ号かな、それともどれだ。あーそっち行っちゃった。しかも直接攻撃じゃないですか。うわー、ありがとうございます。ケックロックスは幸せもんだな。ほらほら合流するんだよ。くそ、スキアとか使えんからな。アークハルバードも壊れたらめっちゃ高そうやしな。今回の戦いで2つのものを壊してしまったよ。ロックス。マグベア狙う？倒しそうやけどな。倒すんだね。最強技だもん。ちょっと待って、こいつばっかり強くない？手加減を知らんからな。うん。うちの若いもんは手加減を知らんからな。どうなっても知らんぞ。死にそうな人たち。
人たちっていうか一人だけやオネスティだけやそれがオネスティじゃ中心でスイッチ起こしたねじゃあ本当にオネスティだけか覚えてないとまあ大丈夫やろ あと決めらくらいやしつかちゃうな重々やないかなあそんなとこにバグ部屋がじゃあ俺はこっちもやるバグ部屋がそっち行くのうわジュリアン来ちゃったね来ますがああ直接じゃないですか全然直接じゃないですかはいそれなりに痛いなんで魔法使わんのやろレベル2で MP を吸い取るって書いてた何見てたんだしかも MP 今もカラッカラやからもう直接殴るしかないわ取れ取れまあようやった方やわあの子にしては頑張った方やわフリーズレベル3が10円を残すあちょっと厳しいぞ、まあ、急げ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 ケイトは攻撃戦でいいんじゃないかな急げ急げ急げローリー倒せこのバグ部屋の攻撃とシュメラのフリーズレベル3食らったらジュリアンというのも分からんぞこれはこれは干した完全に舐めてたなオネスティレベル低いからこれでいいんじゃないそうほらこれでよかったこれはボギーに上がったこいつはありがたい体力も2上がってほしかったなキクロプスキクロプスようやったいい位置に立ってたわ、テクロス。急げ。あ、やっぱ使ってきたわ。フリーズレベル3や。どっち狙いでもええんやけどな。気持ち悪い。キメラ。気持ち悪い。首3つ横についてたらすげえ気持ち悪いな。最近見たキメラは横じゃなくて縦に3つパターンばっかりやった。横に3つパターン見ると気持ち悪いな。あ、まあ、魔法を使いたい。あ、使えるやん、魔法。魔法使えるけどもさ。こいつの魔法大したことないんだよ。ドライバーが、先バス狙い。先バス狙いで。バグ部屋は、バグ部屋どうした？バグ部屋どうしたんやろ？急にビビっとるやん。とりあえずヘル先バス倒さんと。フリーズ飛んでる。よっしゃナイフ全然あやっとツインスラッシュしょぼそうやなナイフなんやからさもっとなんかこう状態異常いっぱい付与してほしいよねそんな技でやったしもうキメラ魔法使えんじゃん一回引っ張ってみた全然やなキメラこれだってバグ部屋遠いしやな全滅できねえじゃんおいこんな倒せそうまさか届かないかないあもうダメだわあもうしょうがない別のやつでキメラに届めさせてもらおう誰もいいんやでシャイニングが強いんじゃないかな行ったれ光あれぶちかませ俺たちの全勢力を持って絶対フルパワーでぶつかるんだマックスパワーで見つかるんだしゃあ回ってみればかなり苦戦したな何やったんやろ最後までバグ部屋の動きが全く読めんかったわあー 何あっち見てんの気にしてるやんオネアネラ様から聞いた分かれ道は割れてるどころか先を見ると随分険しい山道みたいよ山道進むんや帝国からここまでの道のりを越えやってきた我々は別としてベネトレイム様の引き継いだからないやベネトレイムも結構な旅をしてきたからなシナリオ1で途中までやったけどさ何なんか見えたのお戦艦だあご覧くなってるどの船やったんやろさすがにそっちには行ってないんじゃない？うん、どこにもない。通れる大きさやないもんな。え、誰が来てたの？どうなさいました、ベネトレイム殿？顔色が。何かありましたか？
帝国の人が攻めてきたってこと？帝国戦艦が次でその先で当たるってこと？見つからない。いつの間にか現れ、いつの間にか去っていたのか。メリオン兄様のわけがありません。そんなに早くやってくるとは。帝国戦艦が何のためにここにやってきたのでしょう。戦っている我が軍に声もかけず、支援もせずにどこかへ消えた奴ら。友好的な帝国軍とは思えぬな。マジェスティたちか。我々の遠征を邪魔するため送られてきた戦艦だろうか。ブルザムとつながっている奴らがまだおるとか。多分そうやわ。皇帝ならばそれも考えられます。アスピニア遠征の邪魔をされた恨みで我が軍に刺客を送ったのかもしれません。残った刺客ってもうあの人らしかおらんや。あれが刺客を送るための戦艦ならば、遠征軍の実力を知る皇帝のこと。侮れない敵なのであろうな。完全にあの人らなんちゃう。奴らに邪魔をされないうちにアークヒルでイボリューションを行い、神秒すぐに合流せねばならぬぞ。おう、最後どうやって合流したベネトレイム。ボロやん。険しい山道やな、これは。フラフラやん、もうベネトレイム。どうしたの？伸び縮みしてるやん。大丈夫ですか、ベネトレイム様。山道の進軍で、参道の進軍でお疲れのようですし、少し休まれたらいかがです？まあ、本当に辛そうだわ。そうやな。こんな動きをする人間が世の中におったとは思わんわ。初めて見たわ。戸惑いを隠せないわ。ジュリアンともいえども、ここで休みませんか、ジュリアン。ベネトレイム様の疲労の回復を待ち、アークヒルを探すことにしましょう。おお、治った。私の心配はいいぞ、ジュリアン。点々だけ震わせるの。早くアークヒルを見つけなければ。乗せたったらええんや。ベネトレイム様は一度言われたら後には光のお方だから、先を進むしかないな、ジュリアン。乗せたったらええんや、ドンホートが。いかんのや。後で腰が痛いとか足が痛いとか言ったって知りませんからね。はは、心配してくれるのは感謝するが、私なら大丈夫だよ、ケイト。完全に精神論やな。行くんや。あ、かっこいい。ルローニだ。油断するな、ジュリアン軍。あ、すごい。シラフ一家の曲流れ始めたけど。わあ、なんやなんや。一体誰だ、お主。油断するなとはどういう意味だ。ぶんつくぶんつくぶんつく。山歩きに疲れた姿を見ていて、ついおせっかいを焼きたくなった。あまりに無防備なものだから。そんなことないよ。まさか私たちをつけてたの？先回りされてるやん。つけてたんや。つけていたのは私だけじゃないさ。危険な奴らがあんたらを狙って、そしてここで勝負に出るつもりだ。勝負だと？危険な奴らが我が軍と勝負をつけるとはどういうことです？そろそろ出てきたらどうだ。ポーンにビショップだったな。ポーンにビショップ、完全にあの人らやん。あー、このトラウマ曲じゃないですか。ジュリアン君をつけていたはずが、逆に我々がつけられていたと。レインブラッドも刀なしだな。しつこいな、東方の島国の侍よ。我々に国を潰され、主人を亡くして、まだ足りぬようだな、ジューベ。ポーンか、こいつが。ああ。エルベ攻めでは残念ながら失敗したが、今度は逃がさぬ暮らしや、ジュリアン。トラウマなんだよ。我々が6人でいないのが疑問かな。心配無用。残る4人も2組に分かれ、他の2軍に向かっているのだから。222なんや。6で一気に戦いに来ればよかったもの。しまった、やはり軍を分けた隙に3軍が別々の時を狙われた。3軍が一緒におる時に6体できたら、もうとんでもないほどうち苦戦しそうやけどな。どうせうち12人しか出せんし。あの戦艦だ。あの戦艦から上陸し、我々を先回りし待ち伏せていたのだ。本来我々は戦場の最強軍団と呼ばれ、
別行動することなどありえぬのだが、三軍を相手にするのではやむを得ぬ。あ、マント外してますね。そういえばよく見たら我々が二人になったからといってお主らに遅れを取らぬと知っていいよ。相手が誰であろうと負けはしないのだ。ポーンとビショップだけやもんなそうかな、レインブラッド。どうしたん。お主らは別名最強のチェス軍団、それぞれの駒の名がつくものもそのため、その頭脳がキングではないか。その通りだ。しかしそれがどうした。お主らをチェスになぞらえるのはその駒が集まって最高の力を出すからだ。さらに今ここに頭脳のキングはいない。ポーンやもんな、一番しょぼいやつだもん。私はずっとお前たちを見張り、この時が来るのを待っていた。チェスの役割の崩れるこの時をだ。我々二人なら勝てるというのか。面白い、やってもらおうぞ。皇帝に歯向かうジュリアン君を倒すため、こうして待ち伏せた我々だったが、この際お主ともども葬ってやろうぞ。一人増えたところでみたいな感じやな。レインブラッドは今私が話した通り、6人が集まった時は倒せぬほどの強敵。そうやな、あの時体力はてなやったもんな。だが幸いにも今は6人を分け、それぞれの力さえ発揮できぬはず。この狂気を逃さず倒すのです。皇帝もアホな采配したな。聞いたかジュリアン。聞いた聞いた。奴らの恐ろしさは聞いているが、十兵衛の言葉が誠ならば、奴らを倒すのは今は置いてない。さあ戦うのだジュリアン。我々を狙う危険なレインブラッドをこの戦いで何としても倒さねばならぬ。オッケー、